はい、皆さんおはようございます。ダイワの宮沢です。はい、おはようございます。ダイワフィールドテスター渡辺です。今回はですね、千葉の小湊の丸イカ釣りということで、はい、今回ね出ましたね、はい、待望のね200J ということで、はい、まあ、シーズン初期ということで言うと結構水深も深いし、そうですね、うん、今船長に話聞いたら100メートル前後だということで、はい、まあ、とりあえずなんか釣果もそんなに悪くない、ね、そうですね、はい、ということで反応もあるっていうことなんで、うん、ちょっとバリバリと、そうですね、今シーズンの丸イカを占うという意味も含めて頑張りたいと思います。はい、ぜひね、このシーボーグのいいところを見ていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。いたよ。あ、やっぱ小やりだ。あ、まだ下にもいるよ。まあまあ重量感あったから、あれ、いいか、いきなりいい方かなと思ったら小やりのダブルでした。お、なんかダブル2つ3つ乗ってんで、まだ2つ乗ってるわ。あ、やりだ。ダブルヒット。やりちゃんですけど。オッケー。まるまる、まるまる。ブルー、丸イカです。大ちゃん、深場の丸イカ釣り、はい、で何か意識してることってありますか？浅場と変わんないですね。ただ深場の場合は結構浮いてるやつとかいるじゃないですか、はいはいはい、だから重りから一番下のすってまでを長さをね、やっぱり工夫して、もう上ばっか一匹ずつかかるようだったらちょっと長くして、その群れをね真ん中に入れさすようなね感じ、はいはいはい、はありますけどね。で、角数増やしたりね。あ、角数増やす、はい、その分長くなるじゃないですか、はいはいはい、上の層にもね届くような。一番理想って多分釣っての2番目3番目ぐらいにかかるのが一番理想だと思うんですね。 上からですよね、はい、やっぱ一番上にかかるっていうのは、そうですね、やっぱその上にいるかも、ね、上ミスってるからね、そうですね、ロスしてるかなっていう、はい、一応そういう考えではやってますね。はいはいはい、うん、じゃあ角6本基本は6本ですね。深場だと増やすことはありますか？ありますね。ある 7ぐらいまですることはありますね、はいはいはい、僕結構5本にキープ、5本をやっぱ落ちるのも早いし、はい、やっぱ乗り感もいいので、うん、5本はキープで、やっぱり下の長さをだいぶ変えてますね。あと上にガン玉つけてるんじゃないですか、はい、あれはガン玉は、そうですね、考え方としてはそのガン玉の負荷をゼロ点でやる場合にはね、そのガン玉の負荷を取るようなイメージ、あとはその叩いた時に激しいアクションが、そうですね、してるようなイメージでガン玉つけてます。まあ言ったら目印ですよね。はいはいはい、あとどう、巻き落としの頻度とかは？そうですね、あんまり変えてない、そこまでやらないかね。なんか大ちゃん見てるとあんまり巻き落とししないですよ。そうですね、巻き落としするんだったらちょっと叩きを長くするとか、そういう工夫はしてますね。もうやっぱりイカが常に仕掛けの周りにいるようなイメージで、巻き落とししちゃうと逆にもったいないかなっていうところもあるんで、あんまり頻度高くはやってないですね。ちょっとね深くて90メートルぐらいですね。まあ、大ちゃん今回、ね、はい、シーボーグ200の新型になって、はい、使ってどう、どの辺が一番お気に入り？まず形、あ、はい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 、やっぱ握りやすい、パーミングしやすくなったのもありますし、あと画面が水深の、ね、表示が見やすくなってる、はい、あとは丸い方はちょっと違うんですけど、タチウオの時ねちょっと使わせていただいたんですけどね、微速巻き、
結構太刀魚なんかで有効だと思うんですよね。あとはねパワーですね。パワーがすごい上がってますので、うんうんうん、結構いろんな釣りに対応できますよね。はい、はいはい、今回特に丸イカだと、はい、どうかな。落下が早いっていうのが一番メリット。そうですね、はいはいはい、あとまあダブルハンドル仕様が、そうですね、あったり、はい、あと落下の時のデプスアラームなんかいいんじゃない。デプスアラームはかなりいいですね。10メートルでピー、20メートルでピッピー、30メートルでピーピーピーで、はい、船長があの水深言ってくれるところが多いんで、うんうんうん、まあ今入れてね、仕掛け入れてどの辺にね仕掛けがあるっていうのもね把握できると思うんで、それはすごい助かりますよね。あと、まあ、カバの丸イカ、基本的な、はい、大ちゃんのその丸イカ、深場の、まあ深場に限らないのかもしれないんだけど、基本的な釣り方ちょっと紹介していただけますか。まあそうですね、あの、まあ浅場でも深場でもあんま変わらないんですけど、ゼロ点、まあ重りをつけて、緩めすぎず、これが今ついてる状態で、今ちょっと上がった状態ですね。でこれがついて、でこれぐらいをキープ、これぐらいをキープで、波があるんで自分の体でこれをキープ、もう仕掛けが優先ですね。自分が動く、疲れますけど、で緩めすぎるとお祭りの原因になりますから、これぐらいですね、これぐらいをキープして、波で動くのを自分の体で調整してこの位置をキープするような感じですね。アナリストシリーズもゼロ点とマルチあるじゃないですか、はいはい、で今マルチ、マルチですね。大ちゃんは俺好きで使ってるんですけど、はい、今50号ですね。当たりし、自分なんかゼロ点の方が好きなんですけど、はい、結構しっかり当たり出る、出ますね。でこのシリーズのアナリスタのマルチだと宙釣りもできるんで、はい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 、重り切って釣るのも全然、これ今重り切ってるんですけどね、まあ、全然ねこれでも当たりもね出ますしね、まあこういう当たりとかね、うん、こういう当たりとか結構はっきり見えますね。はい、横で見ててもいい当たり、そうですよね出てるもんね。で替え穂先がついてるんで、はいはいはい、まあ青い方を深場用、今回今青い方、そうですね、今日はちょっと水深深いんで青い方今使ってますけど、浅場だとね赤い方、ちょっと柔らかめの方をね、うん、使ったりしてねやってます。だからフィールドによって、まあその日の状況によっても使い分けることができるんで、うん、まあかなり便利な竿だと思います。お得でね。大ちゃんさ、はい、やっぱり丸イカ釣りで、はい、一番僕たちが気になるところって、まあ、当然さ誘い方、当たりの見方もあるんですけど、はい、やっぱ角、まあそうですね、はい、皆さん一番ね一番聞かれるでしょ、はい、あると思うんですけどね、はい、大ちゃんの角の配色の考え方って教えてもらえますか。去年ね出ました大好評の渡辺テスターモデル、これを使ってるんですけど、まあ考え方としては6本ありますね。でどこに乗せたいか、イカをどこに乗せたいかっていうと、まあ一番上は一番楽ですけど、一番上に乗るってことはその上に反応のね本体があるかもしれないんで、まあ一番上は無難な K 村で、私が一番乗せたいところは2番目3番目4番目。でこれ2番目3番目っていうのは手繰らなくてもね、できますんで、はい、であと一番下ですね。一番下はこだわりがあって、これは大きくて目立つ、浮きすって、はい、シルエットでかい。そうですね、これはもうイカがね仕掛けが落ちて、イカが一番最初に見るすってになりますので、ここはもう昔から目立った色で大きいのを入れてます。はい、今度はじゃあ手巻きに変えました。ライトゲーム IC の150、これもねデプスアラームがついて5回ねなりますね。またシーボーグ200と一緒ですね。で巻きがね滑らかです、すごい手巻きの巻き感がすごい滑らかでね、スプールもでかいんで落下も早いですね。でハンドルノブもね大きいんで結構巻きやすいですね。
はい、ピンクですね。大ちゃんは手巻きね。手巻きに変更しました。僕は電動のままで。電動のままで。はい、触らないですか？触りないですか？触りが、後ろは結構後ろから当たってんね。今船下げたから入ってくるんじゃないですか？おっしゃ、来た。おーね。いい当たり。いや、次は僕のところですね。順番、順番。うー、楽しい。丸いか、やっぱり。おっしゃ。さすが大ちゃん、チャンスを逃さないね。順番に来ましたね。おーら、いい方って言ったら怒られちゃうけど。よいしょ。もう上がります。はい。よいしょ。宮沢さん何番目ですか？下から2番目。僕下から3。あ、やっぱ同じようなとこですね。だけど僕結構ね、一番下 2.5 メーターぐらい取ってる。あ、長いですね。ちょうど棚は一緒かな。やりました。やっぱ丸いかはこう叩いて、そうですね、その止めた時のギュッての当たりが、そうですね、乗せた瞬間がめっちゃ楽しいな。ずしっとね、やりました。はい、大ちゃんお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。いやいや、深場の丸いか楽しめましたね。ねえ、もうこのタックルでバッチリ今日は攻略できましたね。はい、はい、さあ今シーズンいよいよスタートしたっていう感じなんですが、ね、どうかな。まあこれからバリバリ入っていくんじゃないですかね。ねえ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 、今シーズンも楽しみますので、皆さんぜひ丸いか釣りみんなで楽しみましょう。楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。